展示予算等の報告があるということですので、まずよろしくお願いします。はい、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。もうすでに財政課の方から詳細についてご説明申し上げていると思いますけれども、来年度の第1回定例会に提案いたします予算案等について、私の方から大きな方針等についてお話をさせていただきたいと思います。まず一つには国の方の動きでございますけれども、今円高株安等々で大変いうような時期に来ておるわけでありますが、政府としては一貫してですね、なんとかデフレを脱却したい、経済の好循環をもたらしたいということで、今年度の補正予算、あるいはまた来年度の当初予算の編成を行われているところであります。私どもも、それと補聴を合わせる形で、県の予算編成を行ってきたところでありまして、トータルで1兆1208億円、対前年度比約405億円、3.5% の減ということで決定をさせていただいたところであります。まあ、この大きな中身でございますけれども、一つにはやはり東日本大震災、あるいは関東東北豪雨からの復興というものがございます。これによって災害に強い県土づくりを進めるということが一つございます。それからもう一つ大きな柱としては地方創生関連の予算ということであります。これにつきましては、この新しく新型交付金というものが来年度の予算に、国の予算に計上されているところでありますけれども、それと合わせてですね、国の補正予算の方では地方創生加速化交付金というものが作られたところであります。この加速化交付金の関係で TMO 観光地域づくりや公共交通関係の充実などについての予算を計上させていただいております。また来年度の地方創生推進交付金の方につきましては、筑波の科学技術を活用した成長産業創出プロジェクトなどを計上させていただいているところであります。それと合わせて、TPP 対策、あるいは1億総活躍社会実現のための対策といったことについて力を入れますとともに、合わせてまもなく総合県の新しい総合計画の方向が決まるところでございますので、それを受けた形で生活体験、産業体験づくりということを進めていくことをしております。また予算の規模その他は今申し上げたとおりでございますけれども、今年度の補正予算の中でがん対策基金というものを20億円、それから文化振興基金というものを20億円計上していく予定としております。さらに最近の状況を踏まえまして、組織面で少し充実強化を図っていきたいと考えております。一つには商工労働部の名称を商工労働観光部に改正いたします。そしてその中に観光局というものを設置してまいります。また国体障害者スポーツ大会局、これは他の県におきましても大体この時期に作っているということもありますので、私どもとしても参加体制で作ってまいりたいと考えております。それから、子ども子育ての関連の政府の施策の充実、消費税のアップ等々も行われてきているところでございますので、子ども政策局というものを作って子ども対策の充実を図ってまいりたい、特に少子化対策室を課に格上げしてまいりたいと考えております。まあ、そういったことで政府の大きな方針というものを受けながら、県独自の方向も見出していくべく予算編成を行ったところでございます。特に来年度から始まります総合計画につきましては、イノベーション体験という新たな茨城の将来像も示されているところでございますので、そういったものを目指して県の予算を編成してきたというのが実情でございます。以上です。ありがとうございます。まず今発表いただいた予算と人事の関係から質問させていただこうかなと。じゃあまず代表して私 NHK の方から、まあ、今回今概要をお話しいただいたんですが、その知事としてその予算に対する考え方というところと、あとまあ知事が今回その予算の今回の事業の目玉となるというか、これは推したいなとかというものがあれば教えていただければなと。まあそれは一番はやはり地方創生ということであります。まあ、災害復興というのはもちろん大事でありますけれども、これはもうやらなくちゃいけないといったものでありますが、地方創生というものはどういうことをやるかということについて、各地域の知恵比べに
なってくるんではなかろうかなと思っております。まあ、そういった点でですね、今回この日本の大きな流れとして今観光なども脚光を浴びてきているところであります。来月には台北便も週4便就航する予定になっておりますけれども、まあ、爆買い等々といった言葉もにも見られるようにですね、そういった海外からの需要と観光客というものをどうやって、自分のところの需要などに結びつけていくかということも大変大事になっていくんだろうと思いますし、また高齢化時代を迎えて時間に余裕のある人も増えてまいりますから、そういった点で国内の観光客を呼び込むことも大事だろうと思っております。そして三県の DMO というものをやらせていただくことにしておりますけれども、そういった人たちが茨城だけで満足できるかというとなかなかそうもいかないだろうということで、この三県で合同していろいろな施策に取り組もうとしております。あるいは農業につきましても TPP 独自産業化とか、あるいはこの輸出の促進といったことが言われているわけですけれども、アンテナショップというのも三県で共同して、ベトナムの方に出していくことを予定しているところでございまして、できるだけ統一的な形で事業の推進なども行っていければいいなと思っております。その他地方創生につきましては、前々からもうすでに発表しておりますけれども、憲法アートフェスティバルとか、あるいはこの筑波山筑波リニー道路とですね、霞ヶ浦湖畔の大規模自転車道を結びつけた80キロメートルを超す大規模サイクリングロードの整備などに努めてまいります。とりあえずは交通標識などを直す、そしてその後必要な部分については立体交差化なども進めてまいりたいと思っております。あと、まあ、冒頭の中でまず災害からの復興のお話があったと思うんですが、やはりその、まあ、今大前提として、まあ、地方創生なんかをこう進めていくにあたって、まずはその災害からの復興対策っていうのをまず第一念頭に置くという意味でよろしいですかね。はい、そうです。ということで、はいはい、私の方からまだ以上ですので、各社さん何かありましたら予算関係お願いします。はい、どうぞ。茨城新聞松下です。まあ、今回震災関連分が減ってるということで全体ではマイナスになってますけども、まあ、知事としてはある程度思い切った予算を組めたとお考えでしょうか。まあ、税収なども景気の動向を反映してある程度戻ってきております。まあ、特別交付税が減ってますので一般財源総額としては県の場合、本県の場合減っておりますけれども、全体としては明るい方向に来ているのではないかなと思っておりまして、それを活用して例えば先ほど申し上げた基金などについても20億という形で済ませてもらう、これも金額的には他の県と比べてもかなり大きいものでありますので、かなり思い切った形でできたのかなと思いますし、観光局の設置あるいは子ども政策局の設置、こういったことについてもですね、本県の場合、リーマンショックの後から急激に財政状況が悪化してましたので、あまり思い切った施策というものに取り組みにくかったんですけれども、そういった点でも少しこの明るい方向を打ち出していけるような状況というものが出てきつつあるのかなと思っています。まあ、今回県税収入が増えているようですけれども、今県財政についてどのようにお考えでしょうか。まあ、今の景気、今、非常に不透明な状況になってますので、どうなるか非常に心配しておるところであります。まあ、自動車関連はまだ好調、今、これからも好調のようでありますけれどもですね、電気関係が厳しくなっているとか、今日は新聞とかに書いてありました。まあ、そういった中で日本経済がどうなのかということを一番心配しております。まあ、円安傾向がある程度続いていくんであれば、企業の業績というものはいい方向に行けるんだろうと思いますけれども、まあ、大企業はいい方向に行く、それにつられて、まだまだ十分とは言えない中小企業の景気回復というものが行われていってくれれば、そうすれば私どもの県税も県の財政というものもいい方向に行けると思いますが、まあ、そこについてはあまりはっきりした見通しというのは言えない状況です。ただ、この間にですね、かなり保有土地対策等々も進んできましたので、重りが減ってきているというのは事実です。あと
まあ、県独自の方向を示すということで、まあ、イノベーション体験ということはありましたけれども、まあ、そちらについてはどのように今後進めていくお考えでしょうか。まあ、技術創造立憲というようなことをずっと申し上げてきましたですけれども、まあ、さらにそれだけではなくて、もっともっとイノベーションを行いながら先頭を走っていくんだという意味でイノベーション体験という名前をつけてもらえたんだと思います。私は前々から申し上げてますように、日本がこれから国際社会の中で一定程度の地位を保っていくためには、やはり外貨を稼げるような産業、科学技術というものをどう打ち立っていくかということが一つの大きな鍵になってくると思います。そのために G7 科学技術大臣会合なども筑波に誘致をいたしましてですね、筑波の科学技術というものを世界に広めていきたいなと思っているところであります。また一方で、このどんどん食料などを購入するために外貨が使われていってしまっても大変なので、日本の農業というものをどう育てるか、TPP 対策などにどう対応していくかということも大変大事だろうと思いますし、その中で茨城というのは、私は日本の農業を代表する県としてしっかりした手を止めていかなきゃいけないなと思ってますので、そういった点でこの農林産業化輸出などにつきましても、今度アグリビジネス推進室を開催しましてですね、そういう名前にさせていただくというふうにもしております。ありがとうございます。はい、どうぞ。朝日新聞本間です。よろしくお願いします。県債残高がですね、トータルでも減少しているというふうに聞いています。それはこれまでもですね、その臨済債のところを除けばずっと減ってきているので、さほど大きな意味がはないと考えるのか、どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。まあ、臨済債も含めて県債残高の総額が減少するということは、私は極めて大きな意味があると思います。それは臨時財政対策債という交付税の不足を補う分も含めても、減債額が減ってきていると、現在のこの債権額が減ってきているというものでありますからですね、そういった点では全体の財政構造というものが健全化に向けて動き始めていると取っていいんではないかなと思います。臨済債を除く分でですね、まあ、発行が減っているというところでですね、国の確か県央道ですね、県央道の負担金が減っているので、発行額が減っているというふうに聞いてますけれども、今後もあれなんでしょうか。やはり県債の発行というのは、その国の事業に左右されるということでいいんでしょうか。国の事業に左右されると言いましても、まあ、その何十億とかその程度の範囲じゃなくて、影響を及ぼすのはやっぱり経済状況だと思います。税収がどうなってくるか、交付税がどうなってくるかによって、この県債残高というのが大きく変わってくると思います。それですから、今のようなこの景気の状況が続いていくんであれば、いい方向にまだ動いていってくれるのかなという期待をしております。ただ一方で、それじゃあ税収、防税が減ってきたときに、今のままの、支出を続けていくのかということもありますので、そういった状況になったときに、どういうふうな形で、行財政改革に取り組んで、財政規模をどのぐらいに持っていくのか、そういうことも含めてですね、減債残高、いますか、県債の残高についてどの程度がいいのかということについては、十分頭に置きながら進めていく、できるだけ縮減していくという方向でやっていく必要があるんじゃないかなと思っています。ただ明らかに将来に大変いい影響を及ぼすような事業について、この記載を起こせばやれるのに一般財源がないからというのでやめていくというようなことは、私はやるべきではないと思っています。こういった経済管理基金からですね、ずっと十何年で連続で振り入れていたのがですね、ここ2年連続で振り入れをやめたということですけれども、それはやはり県の財政にゆとりが出てきている、まあ、一つの証というふうに見てもいいんでしょうか。まあ、これまでもですね、豊洲さんでは
繰り入れというものを計上してましたですけども、結果的には繰り入れないで済んできたわけでございまして、そういったことも含めてですね、今回、昨年、今年度、来年度と、それもやらなくて済むというのは、いい方向に向いていると取っていただいていいなと思います。ありがとうございました。はい、どうぞ。毎日新聞の牧田です。今回、県端の航空事業なんかを含めて、比較的その県でいろいろこう独自のものを取り入れたと思うんですけども、その上になっていた税収が安定的に伸びているということがあったと思うんですが、近く予想されるその消費税増税については、景気の世界的な状況もあんまり不透明な中で、結構懸念も大きいんじゃないかなと思うんですけども、そのあたりの関連と、増税に対する意見というのはどのようにお考えでしょうか。これは今予測するというより、増税税率アップできるような環境をどうやって作っていくかという方で努力をしていくべきだろうと思っております。そういう中で今回県単航空事業を増額したのは経験が良くなっているのかということになるかと思いますけれども、実は先ほど申し上げましたように、平成19年度頃から急激にこの県単航空事業というのを減らしています。ですから、まだ今度増やしたとしても、とてもとてもかつてのレベルから言えば、大変低い水準にあるわけであります。最近、特に道路にこの損傷があって、貸責任を問われるとかいうことが、心配される場所がだいぶ増えてきてますので、そういったことについて重点的に取り組んでいこうということで、金額的には今回 6% という増額はしておりますが、まだまだ本当は積んでいきたいぐらいのレベルだと思います。関連です。ということは、しばらくこの県単航空事業を、積み重ねていくというのは続ける傾向なんだというふうに考えますか。そうですね、財政的に許されるのであれば続けていかないと、最近やっぱり道路の損傷が激しいところがだいぶ出てきてますので、それはやっていきたいと思います。大体今年度と同規模ぐらいをこうしばらく続けるという、当然その当時の状況に財政状況によるとは思うんですけども、最低でも今年度ぐらいやっていかなくちゃいけないと思います。読売新聞の田中と申します。先ほどの関連なんですけれども、公共事業を減らしてきた中で、その道路や河川の、整備というのは要望があったかと思うんですけれども、知事の中でもやっぱりようやく本格的に着手できたという思いが強いんでしょうか。そうですね、だいぶ前々からこの道路の損傷が激しくなっているということについては、いろんな人から聞いているところでありましたので、こういった方面に力を入れなくちゃいけないということは考えてましたから、そういった点では、それほど大きくはありませんけれども、一歩踏み出したのかなと思います。やっぱり9月の豪雨があって、やっぱ災害いつどこでも起きるか分からないというのもありますか。それともちょっと違って、道路の痛みがやっぱり激しくなってきているということですね。ずっと県単とかそういう維持補修関係減らしてきてますんで、ものすごく厳しい状況で来てました。それを少し修正したという感じで取ってもらえればいいと思います。あと続けてすいません、消費増税と関連すると思うんですけれども、小児と妊産婦に対する丸服の拡充というのはかなり、画期的なのかなというふうにお見受けするんですけれども、ここで範囲が 90% ぐらいの、人をカバーできるという話なんですけど、そこに何か知事の思いみたいなのは何かありますでしょうか。これもですね、財政的になかなか許されなかったんで伸ばしてきていた面があります。我々、年齢的に言えば中3までの入院ということでですね、かなりこの上から数えても手厚い感覚が来たんですけれども、ただそうは言っても今お話がありましたようにカバー率が低かったと、
これをなんとかしなくちゃいかんって、今までずっとこの昔のレベルの所得制限額に据え置いてきたんですけれども、いつか直さなくちゃいかんなという思いは持っていたもんですから、今年この消費税アップ、それに伴う増収なども見込まれるという中で思い切って踏み込んだわけです。先ほどの公共事業もそうですし、その福祉面もそうなんですけれども、ある種新年度は転換点に、まあ、景気の動向にもよるとおっしゃってましたけど、にしたいという思いが見受けられますけど、まあ、子ども子育て関連、極めて重要な分野として今注目を浴びているところでありますけれども、所得制限などを上げることによってですね、もうすでにレベル的には各市町村そこに行ってしまっているんですけれども、各市町村の財政面での支援になるということで、各市町村がまださらにその前に行ってくれるという効果も考えられますので、そういった点では現在の動きを踏まえた対策を講じたと、まあ、講じられるような財政状況にもなっているということだと思います。ありがとうございます。あ、お願いします。はい、どうぞ。産経新聞篠崎です。朝鮮学校への補助金についてお伺いします。新年度予算でも今年も朝鮮学校に対して前年と同額の160万円の補助金が計上されています。この金額の根拠を教えてください。それから朝鮮学校への補助金をめぐっては、拉致問題などを理由としてですね、東京都などがすでに数年前から打ち切っておりますが、茨城県が継続して負担している理由を教えてください。まあ、根拠につきましては、24年度に経常費の国公需単価をもとにいたしまして、初級部4万4000円、中級部4万6000円、1人当たりですね、4万6000円という金額を設定しておりまして、それ以降この単価にしておるところであります。この時にこの他と比べてややこの定額補助できたものですから、一人当たりの単価が大きくなっていた、それを修正して、他の県の平均並みにしました。まあ、その結果が当時238万5千円、支給していた補助が今年度で、来年度でいうと160万2千円になってくるわけでして、かなりこの縮減はしてきております。まあ、これからこの補助制度についてどう考えるかということでありますけれども、これは茨城朝鮮初中高級学校の初級部中級部の児童生徒の教育環境を維持向上させるということで予算計上をしてきたところでありまして、まあ日本で義務教育が無償化されているといったことも踏まえての対応をしてきたわけでございますけれども、今回の核実験あるいはまた弾道ミサイルの発射等々を受けてですね、政府の方でも新聞報道によればですね、何かの数値を出すというような話もされて聞こえてきているところでありますので、そういった状況あるいはまた他県の状況なども踏まえながら今後検討してまいりたいと思っております。今知事おっしゃった前日の北朝鮮の核実験ですとか、その事実上のミサイル発射ということで日本政府 その制裁措置の一環として、まあ、文部科学省が、まあ、そういうお金を出さないようにという通知を出すことを検討されている、まあ、知事も今それを踏まえてご回答いただいたんですけれども、実際のその補助金は例えば平成27年度分前年度分も実際に執行されるのは年度末というふうに伺っているんですが、これまだ払われてないと思うんですけれども、文部科学省からという通知が来た場合は、これについても同じように対応されるんでしょうか。まあ、文部科学省に問い合わせしたところ、通知を出すかどうかも含めて今の段階では答えられないというような返事をもらっております。その通知がどういうふうな形で来るのか、今年度分についても差し止めといいますか、中止するようにという話で来るのかどうか、そういったことも踏まえていく必要があると思います。まあ、人道的な見地からの補助ということですので、他の例えば入港禁止などといった措置とは少し違うのかなという感じはいたしますけれども、政府の方の方針が決まってくるということであれば、それは大変この地方としても
考えていかなければいけない重要な要素だろうと思います。ありがとうございました。はい、どうぞ。何しても待ってです。組織を変えるふうなんですけど、 なぜ 今になってこう観光というのをこう分の名前につけることを考えたんでしょうか。例えば審議会などはもう商工労働観光審議会という名前になっているんですけれども、これから観光というものが産業としての分野でもかなり大きなウエイトを占めてくるのではないかなという感じもいたしますし、今回実は国際観光課というものを作ることとしておりますけれども、国際的な動きが非常に大きくなってきている、それに対応できる体制を作っていくことも必要なんではないかなと思っております。そういうもろもろのことを踏まえての、今回の改正でありまして、他の県など見ておりましても、神奈川県で観光という名前を入れておりますので、補足に資したぐらいじゃないかなと思います。今年それをしたっていう部分についてはこう知事としての思い入れなりこう意気込みみたいなのあるんですか。今非常に例えば国際茨城空港の国際線一つ取ってみましても、もうついこの間まで6便だったのが8便になって10便になって今12便になっているということでですね、さらにこれが来月大体で4便増える、週ですよ、増えるとかですね、急激に今伸びてきておりますし、またいろいろこの海外向けのキャンペーンなども充実させてきてる、やってきているところでありますので、そういった点で観光局というものを作って観光面にもっと力を入れていかなければいけないということを考えた次第であります。ありがとうございます。はい、どうぞ。イメージアップの関連で、イバキラ TV の、事業費が半分になっておりますけれども、どのような要因があってまた今後どのように進めていくお考えでしょうか。雇用基金が切れたものですから、もともと雇用の場の確保というものもこのイバキラ TV はかなり大きな要素になっておった事業です。そういった点で本来であれば雇用基金が終了したということは雇用対策としてはもうやめてもいい話になってくるわけですけれども、イバキラ TV これまでいろんな人に親しまれ始めてるかなということもあって、どういうふうに効率的に運営していくかということを考えた結果がこういう形になった次第でして、生中継的なものを減らしてオンデマンド的なものを増やすという方向に持っていくことによって経費を随分節約できる、そういう形で、移行していってもあまりこの視聴者には大きな影響を与えないでも済むのではないかということも踏まえて、必要最低限のですね、金額を計上したということです。予算かけはよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。じゃあここからまた予算以外の部分の質問をいただきます。じゃあまず私から2点お伺いします。来月で震災から5年を迎えるということに関して、知事の所感というか今後の課題であったりとかというところがまずお伺いしたいところです。でそれに合わせて去年9月の関東東北豪雨の半年を効果で迎えるということにあたってのこちらの所管課題にも合わせてお願いします。そうですね、東日本大震災絡みで言いますと間もなく5年が経過しようとしているわけですけれども、県内にも県外からの避難者が大部分ではありますけれども約4000人の方々がまだ避難をしている状況にあります。そして、福島その他極めて厳しい状況下に置かれているところもたくさんあるということでですね、さらに復旧復興に力を入れていく必要があるんだろうと思っております。本県の場合復
究関係につきましては、間もなく大津漁港を、まあ、来年度終わりますと、公共関係はすべて終了いたします。ただ、一方で風評被害、その他、典型は輸出でありますけれども、農産物の輸出その他、非常に大きな影響を被っておりますし、また観光客がなかなか、特にこの店舗の臨海部の方には来てくれないといったこともあります。そういった形で影響はかなり残っておりますので、それをどう払拭していくかということと合わせて、これから構想責任ということになりますので、災害に強い県土というものをどのように作り上げていくかということが大変大事になっていくのではなかろうかなと思っております。それから関東東北豪雨につきましても、まだ約40人の方が避難所生活を送っておられるということもありますので、そういったことについてしっかり市と一緒になって対応していくということが大事なんだろうと思っております。その他諸々のこの対策につきましては、県としてはできるだけのことをやってきたつもりでありますけれども、今後どういう問題が出てくるのか、それも市の方とも相談しながらですね、対処をしてまいりたいと思っておりますし、それから合わせて東日本大震災の方もそうでありますけれども、災害に強い県土というものを作っていかなくちゃいけませんので、鬼怒川の緊急対策プロジェクトをはじめとしてですね、どういうふうにすればだいぶ頻発している大雨などについてもですね、対応していけるのかということを十分に検討していく必要があるんだろうと思います。はい、ありがとうございます。各社さん、いきます。よろしいですか。よろしいですか。大丈夫ですか。はい、後ろ、後ろ、はい、はい、どうぞ。朝日新聞の坂本です。今ほど東日本大震災の影響などについて、所感述べていただいたんですけども、原子力発電所も、まあ、停止してしばらく経つということで、それについての影響はどのようにお考えでしょうか。まあ、停止していることによる影響、それとも停止していることによる影響。停止していることによる影響といえば、それは例えば、定期点検などが入ってないとか、地元の経済面へはかなり大きな影響が出ていると思います。まあ、それ以外にどういう影響が出ているかということになりますと、まだ我々としては影響というよりは対応をどうしていくかと、原子力災害に対してどう対応していくかということの課題の方が主になっていると考えておりまして、今国の方でいろいろと規制委員会の方で審理も行われているところでございますから、それに向けて県内の対応をどうしていくかということになっているんだろうと思います。その一つに、まあ、広域避難計画があると思うんですけども、まあ、昨年、去年のうちに、県外避難先確保を目指していたのを、また伸ばされたということで、今の時点ではいつ頃をめどに、決まりそうでしょうか。年度内は、目指していらっしゃいますでしょうか。まあ、県外の避難先の場合にはやっぱ こちらをお願いする立場になってまいります。そして相手方でもですね、この県だけではなくて受け入れ具体的にする市町村の考え方というものも聞きながら進めていかなければいけないものですから、必ずしもそのいつまでというようなことを切るのは難しいと考えております。まあ、2月16日に群馬県内の市町村での説明会もやっておりますので、これから福島も2月6日に住んでおりますけれども、3月中に他の3県でなんとか市町村説明会をやらせていただいて、少しでも前に進めていければなと思っています。他にも昨年5月に策定した計画にはいろいろペンディングされた部分、スクリーニングだとか、要素材の関係あると思うんですけども、なかなかそういったことが指名されないと市町村の方でも計画が、具体に策定できないという状況があると思うんですけども、そういったことについてもいつ頃こう示していきたいというのはありますでしょうか。
まあ、あのスクリーニング体制などについては国が示したマニュアルあるいは避難先の確保状況などを踏まえながら実施場所実施体制を検討しているところでありまして、どの地域にどのぐらい受け入れてもらえるかということによってスクリーニングできる場所を確保できるのかどうかどちらでやった方がいいのかどうかいろんな課題が出てくると思いますのでそういう検討をしていくにはやはりある程度どういう形で避難先確保できるかどこへこの避難してもらえばいいのかということが見えてこないとなかなか決めにくいのかなと思っています。これはあの一斉に現地へ行ってもこれ並んでしまいますしこちらでやってたら遅れてしまいますしいろいろ難しい課題があるのでどこでやればいいのかということについては国ともいろいろ相談しながら決めていきたいと思います。あの要素材 の, その UPZ でのこう配布の方法などについてもまだ詰まっていないということですか。 UPZ の方についてはですね、はい、だからまあとりあえずこの間あこの PAZ 内については配布を始めたところでありますのでまずそっちをしっかりやっていくことが大事だろうと思っています。それからその周辺に広げていくということだろうと思います。備蓄は進んでいると思うんですけどもそういう効率的な配布を考えていくことを進めていくということですか。あの市町村と相談していくということです。あとまあその避難の関連の、関連なんですけども茨城県ではその住民参加の、訓練について実施されてないと思います。他県では割と実施されているんですけどもまあ、計画が完全じゃない中でもそういう訓練を実施して実効性を検証していくというような考えはおありでしょうか。まあ、住民参加ということになるとかなり大規模本格的なことをやらないと意味がなくなってきます。何百人ぐらい参加しただけではなかなかこの実態に合う訓練になるのかどうかということにもなってまいります。まあ、私どももJCO の事項 を踏まえましてその後ずっと訓練をやってきておったんです。9月30日にですね、しかしその後東日本大震災に伴う原発事故の後は今のところどうやったらいいのかということについてももう少し考えていかなくちゃいけないのかなということで住民参加型のはやっておりませんけれども県及び市町村の防災業務関係者の対応能力の向上を図るための訓練を実施しているところでして、昨年の3月11日でも16機関121名が参加して、事故の進展状況において発せられる各種指示要請等への対応や 県と関係14市町村及び原子力オフサイトセンターとの TV 会議を通じた情報の提供とその共有方法の確認のほか原子力オフサイトセンターの油圧化手順の確認を行ったところです。ですからそういう形で、この今のいろいろな制約下で何ができるかということをやっていっているというのが実情です。やはりこう住民が参加することで、まあ、少なく参加人数が少なくてもそういった住民の方にこう意識を持ってもらうことだったり参加した方がこう意見を言ってそれを反映してよりこう実効性がある住民目線の計画ができるかなっていうようなメリットもあると思うんですけどもそれでもやはり、実施は難しいんでしょうか。まあ、今おっしゃったぐらいのものですと例えば一方通行の導入も含めてもうすでに何度もやっております。東海村の JCO の事故の後一方通行っていうのも思い切って導入してやって何百人単位でしたらですからそれではまたレベルも同じ程度になってしまうし各市町村も具体的にどう対応していいか相手方がどこになるのかということも踏まえてじゃあ高速の方へ誘導するのか下で行くのかそういうことも含めてですねやらないとまたこの現実としては訓練の時と全然違った格好になってしまう。訓練の時訓練をやっておいて条件反射的に具体的にそっちの方向へ動けるというようにしておくのが非常に大事だと思いますのでそういった点では違った形でやってしまっていると逆の面になってしまう。そういうことも踏まえてやっていく必要があると思います。
今の観点も含めてなんですけれども、やはりその全国で避難対象者96万人で最多の避難対象者を抱える茨城県として、そういう難しさというか、いろいろ広域避難を考える上の難しさ、改めてどういうふうにお考えでしょうか。いや、それはこの前かかって JCO でやっただけでもものすごい渋滞を引き起こしたりしてますから、具体的にやるんだとすれば、まずは交通規制どうするか、高速道路も含めてやれるのかやれないのか、極めて大掛かりなのをやらないと、高速道路で届くまでの訓練ぐらいにしかならないと思います。ですから、その後どうするかの訓練はできないですね。わかりました、ありがとうございます。だから、もしやるんであれば、機械というものをそう簡単に年中やるわけにいかないから、きちんとある程度実効性があるような計画、これでやらなくちゃいけないなと思われるような計画ができた段階で、思い切って参加期間も増やしていただいて、たくさんの期間に参加していただいて、それでやっていくのが本来のあり方だと思います。なので、今のところ未定ということでよろしいんでしょうか。そうですね、はい、はい、分かりました。よろしいでしょうか、大丈夫でしょうか。